はい、城の中に到着しました。うかでございます。やっていきましょう。ここは何の部屋これ。客室だ。カレギア城の中にはこういった部屋がいくつもある。はは。クレアさんたちはどこにいるんだろうな。普通は客室にいるはずだけどね。女王様は連れてきた女の子たちをとても大切に扱ってるって話でしたよね。うん。だからこういう客室に集められているんじゃないでしょうか。普通に考えたらそうだよね。どこにもいなければ女王のところに行って聞けばいいさ。どうやたどり着ければね。ああ、うん、女王には護衛がついてるわ。王の盾の強力な奴らが。なるほど。俺たちの目的はクレアさんたちを救い出すこと、そして陛下の真意を知ることにある。できるなら戦いは避けたい。分かっている。もしもの時の覚悟はできている。その時は戦うまでだ。たとえ相手が陛下であっても。うわマジか。行こう。さあ覚悟は決まった。行こう。おーっとっとっと、これはなんだ。セーブポイント、一応セーブしておこう。せっかくここまでたどり着いたんだ。はい、果たして部屋は見つかるのか。行っちゃいましょう。兵士には見つかりたくない。あーまずい。よし、意外といけるね。おっと、広間の前を通るのは危険だ。左から回り込もう。ほう、なんだ。どこへ行くのかな。サレドブネズミ君たち。マジか。サレ、クレアをどこへやった。さあどこだったかな。はあ、ふざけるな。ふざけてるのは君たちだろ。お城に忍び込んだ挙句、国に仕える僕に重要機密をばらせと迫ってるんだからさ。こいつ、俺は陛下にお話ししたいことがあるのだ。どけ。僕を誰だと思ってるのかな。市政のサレだよ。そう言われておとなしく僕が毒とでも思ってるのかい。だったらお前を倒すまでだ。マジで。その必死な目嫌いだな。君みたいな人を見るともっといじめたくなるんだよね僕。え、ああ、陛下。何事か。ああ、あなたは友人、どうしてここに。話を。陛下が今何をなされようとしているのか、その真意のほどをお聞かせ願いたいのです。どうか私にお時間を。お願いします。侵入者だ、捕らえよ。いやいやいや、待ってジルバ、私にユージーンと話をさせて。え、あ、よかった、それなりに物分かりのある人で。しかしあの者たちがここに来たのは。分かっています。でもユージーンは話の通じない人ではありません。きっと分かってくれるわ。何よ陛下。普通に会えた。陛下におかれてはおかわりもなく、お喜び申し上げます。ユージーン、あなたは人を殺め、一度は城を追われた身。陛下に直訴するなど、なんと恐れ多い。それは承知の上です。俺たちは分かっている。だから俺に任せてくれ、頼む。一体何があったかを。友人、あなたは私の真意を聞かせてほしいと言いましたね。うん、はい、担当直入に申し上げます。陛下はヒューマの娘を集め、何をなされるおつもりなのですか。聞きたいね。陛下、こんな言い伝えがあります。ほう。古の戦に聖なる王は朽ちて、暗黒の月をこの地に放ちたり、されどかの月に赤き光の満ちしとき、王は再び姿を現さん。聖なる王、月の光、このお守りと何か関係が。ん？その昔、
不思議な力を持つ聖なる王と、王と同じ力を持つ6人の聖者たちがこの世界を治めていました。ある時、王と6人の聖者たちは理想の違いから対立し、やがてそれは世界を巻き込んでの大いなる戦いへと発展しました。どちらも国の行く末を案じ、理想の社会を作ろうとしての対立、そこには善も悪もありませんでした。果てしなく続いた戦いの末、6人の聖者は聖なる王を倒し、この地に封印したのです。私はその封印を解き、聖なる王を蘇らせる儀式を執り行うのです。は、今こそその力がこの国にも私にも必要なのです。我が父先王ラドラスが引き起こした能力者の同時覚醒、バイラスの大量発生による混乱、我が国は滅びの道を進みつつあります。滅びの道？そんなヤバいことが起こるっていうのかよ。ですから、そうなる前に手を打たなくてはなりません。はあ。聖なる王の力が復活したとして、その力をどう操るというのですか？我が月のフォルスで。え？あなたも力を持ってんの？王家に連なる者だけが持ちうる月のフォルスに聖なる王の力を合わせれば、必ずカレギアを救うことができる。私はそう信じています。はあ。暗黒の月というのが陛下のフォルスのことなのですか？これ以上は王家以外の者が知る必要はありません。俺が聞きたいのはそんな話じゃない。あんたが命じてさらわせたヒューマの娘たちはどこだ？クレアは今どこにいる？ああ、そのことですか。クレア、そう、あなたは彼女のお友達なのですね。そうだ、クレアだ。儀式とクレアにどんな関係がある？人柱とか生贄とかやめろよ。光のない世界ならよかったのに。この世界は明るすぎるのです。暗闇などどこにもありません。この眩しい光の中で生きるために、彼女はなくてはならないのです。どういうことよ。クレアは私の希望。何を言っているんだ。安心なさい。儀式が終わればすぐに彼女はお返しします。何があろうとも彼女は決して変わることはありません。彼女は目を閉じることができるから。どういうことよ。どういう意味だ。クレアに何をするつもりだ。陛下、アガーテ様、なんか様子がおかしくないか？ん？クレア、あれは私のもの。なんかおかしくないか？うん。何これ。え力が出ねえ。あ、アガーテ、何をする気なの？去れ。おお、姫様、大丈夫ですか？取り押さえよ。王の間を血で汚すな。はっ、来るぞ。あ、ちょっと音声の方が止まってしまいました。来るらしい。王の盾の兵士たち、こいつら全員能力者なのかな。要はエリートの集まりなんでしょ。まあ頑張りますけど、なんとかやっつけてやろう。そんな、よくもまあ痛い目を。おっしゃ、やっつけた。いいよいいよ。やっぱりその王の盾はヒューマもいながら、あのガジマもいるわけだ。よっしゃ、あとちょっと。見て、ちょっとなんだこいつ。源流山が結構強いんだよね、うまく当たれば。おっしゃ、我が槍の前に敵はなし。さあ来い。
女王、クレアはどこだ。悪あがきよ、捕らえよ。マジか、またか、すごいな。増えた。何？え、何？え、火ついた。この無礼者どもめが。やられたのか。話せ、話せ。おい、なんだなんだなんだ。今日からこの男の子が家族になった。仲良くするんだよ。小さい頃のベイグとクレア。私、クレア、よろしくね。お名前教えて。僕、ベイグ。よろしくね。走馬灯のようなものが見えた。クレア。うわ、完全に捕らえられたんだ。ザビ、ここは。出せー、出せー、この野郎。ティトレイ、ティトレイ、ベイグか。気がついたんだな。他のみんなは。ああ、見える。ここはどこだ。他のみんなは。ああ、全員捕らえられて。ここは能力者用に作られた収容所だ。なんとか全員無事のようだが。あれからどれくらい経った。クレアは。そうだ、儀式を止めなければ。お前が持っていたお守りに光が満ちるとき、聖なる王が蘇るとハックは言っていた。ほう。もし陛下がおっしゃっていた聖なる王と同じものなら、その石の光が満ちるとき儀式が行われるはずだが。どれぐらい今光ってんの。あと少しで完全に満月になる。もう時間が。マジか。しくしょう、武器も取り上げられちまったし、この牢屋はフォルスも効かねえ。どうすりゃいいんだよ。フォルスを無効化する装置が取り付けられているんだ。鍵を使わない限りここから出ることはできない。ベイグさん、落ち着いてください。ベイグさん。落ち着いて、落ち着いて。焦んな、焦んな。トランキーロ、焦んなよ。ちょっと静かにして。何か聞こえる。え？足音。あ、この声は漆黒の爪かな。この声はアレマ。ちょっと気になる。場所を考えなさいよ。大声で笑うのやめなさい。お前らは漆黒の鍵三条。あれ、鍵。漆黒の鍵。そうでやんす。見よ。お、この牢内鍵もしかして。それ、この牢屋の。貴様らの運命は俺様の手の中にある。はあ。お前ら、俺たちを笑いに来たのかよ。囚われの青い小鳥を羽ばたくがいい。我ら漆黒の翼のように。鍵じゃねえのかよ。銀なる、名前が戻ってるわよ。冷めるな。もういい、今後はずっと漆黒の翼に行く。かっこ悪い。声が大きいってば。結構よく聞こえる。お、これは俺たちの。どういうつもりだ。お、登山道で行ったはずだ。借りは返すとな。おい、虫歯取りよ。勘違いするな。助けるのはお前だけだ。俺でも我々は王の盾の一員。忠義というものが。全員で逃げられるかどうかはお前次第だ。はあ。ああ、分かった。
間もなく儀式は始まる。急げよ。サンキュー。収容所の鍵を手に入れました。借りは返した。生きていたらまたどこかで会おう。たす、いやー、やることが粋だね。かっこいいじゃねえか。僕、あいつらのこと好きになってきたかも。まあね。喜ぶのは後だ。早く鍵を開けてくれ。いい。どうした？なんだこの紙は。メモをよく見て操作しろと書いてある。はあ、収容所の仕掛けについて書いてある。そういうことか。とりあえず俺とティトレイをここから出してくれ。わかった。まあ普通にこれはだから解放。とにかく手元の鍵で友人とティトレイを出そう。普通にこれは出していいんだよね多分。よいしょ、扉が開きました。はい。そして、はい、ユージーンも。で、こっからどうすんの、じゃあ。お。そのメモに書いてあるのは、フォルスを無効化している装置の解除方法だな。ほう。ここに書いてある色は、装置の弾の色と同じようだな。うん。じゃあ、そのメモの通りに弾を並べてやればあの光を消せるってことか。ほう。ああ、やってみよう。なるほど、いろいろあるわけだ。じゃあとりあえず次回行きます。お楽しみに。じゃあね。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメントお待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。レイでした。またね。またな。